宮城マリコは、本名は、本名マリコ。日本のクリスチャン、歌手、女優、事前活動家、映画監督。君党は、随法小受賞。以下は、15位。人気女優であり、NHK の紅白歌合戦に8回も出場した人気歌手でありながら、芸能活動家を事実上を辞め、日本初の民間社会福祉施設である。 社会福祉法人ネムノキ福祉会の理事長、静岡県掛川市にある学校法人ネムノキ学園の理事長、ネムノキ養護学校の校長、特別支援学校ネムノキの校長などを歴任した。上皇、上皇后両陛下とは、皇太子、皇太子妃時代から40年の信仰があり、両者はたびたびムノキ学園やネムノキ学園の美術展を訪問して、 宮城真理子と対面し、非常に懇意だった。追放症受賞を受賞している。東京府東京市鎌田区に二人指定の姉として生まれ、幼くして母親と死別した。父親の仕事の関係で、小学校三年から大阪で育った。小学校五年の時、父親が事業で失敗し、母親が病死した。そのため、小学校卒業と同時に、弟と共に、 吉本工業に入り、歌謡曲を歌うようになった。戦時中の1944年10月、宮城千鶴子の芸名で17歳で大阪花月劇場にて初舞台を踏んだ。その後、自らの一座を率いて九州を巡業して終戦を迎えた。戦後の1948年、父親、弟の八郎と上京し、浅草の舞台に立った。 翌年、菊田和夫の推薦で日劇の舞台に主役として迎えられた。1950年2月定築から、悩まし、武器でデビューし、ポリドールを経て、ビクター遺跡第2弾、あんた、本当にすごいわねが初ヒットになった。そして、1953年、レコードで歌った、毒消しゃいらんネが流行し、一役歌手としてその名が知れ渡った。 1955年には、後のレコード対象作詞家、宮川哲夫の手による、ガード下の靴磨きも大ヒットした。その後も、納豆売りの歌、天天娘、勇敢小僧などヒットを連発。弟八郎は、宮城秀夫の名前で作曲家として活躍した。NHK 紅白歌合戦にも1954年の第5回から1958年の、 第9回までと、1960年の第11回から1962年の第13回までの計8回出場している。1958年、日本初のカラー長編アニメ映画、白ヘビ伝で声優を務めた。その後、女優業に進出し、1958年12月のあいつで芸術最小、1959年マリコジジョ伝で、 テアトロン賞を受賞した。1968年、死体不自由児、孤児、巨食賞などの救済、支援を行う日本初の民間社会福祉施設である、ネムノキ学園を一人だけで様々な苦労の末に3年かけて設立した。この頃より、タレント活動は事実上引退状態となった。1973年、吉川栄治文化賞を受賞した。 1974年には記録映画、ネムの木の歌を制作、監督し、第6回国際赤十字映画祭で銀メダル賞を受賞した。1976年には漫画世界昔話の声優として名古屋賞と共に出演した。1977年にはネムの木の詩が聞こえるを制作した。1979年、ネムの木用語学校を設立した。 1975年と1981年に実施された近畿放送のテレビ番組、宮城マリコのチャリティテレソンを通して、身体障害者の社会参加を訴えた。これらが評価され、1979年に総理大臣表彰された。また、身体障害者に対する手書き優禅、合唱の指導なども言っている。なお、ネムノキ学園設立時のエピソードは、 1981年12月22日に、テレビ朝日、ハウス子供劇場は区において、小さなラブレターマリコとネームの木の子供たちとして、アニメ化された。芥川賞作家、吉行淳之介と交際し、彼の島で事実婚の関係であった。また、同じく作家、室尾再生にも可愛がられていた。再生の見舞いにクリスタルカップを送ったが、森マリに取られてしまった。 2007年3月、日本経済新聞、私の履歴書に自伝を執筆した。2011年1月、自宅で転倒し腰椎を骨折して入院。2011年2月、ネムの木学園現職員と音楽家の朝日奈慶の二人が、宮城真理子の銀行口座から現金約3100万円を騙し取ったとして、詐欺罪で逮捕された。朝日奈は起訴され、9月、 東京地裁からそれぞれ懲役2年、懲役4年6月の有罪判決を受けた。眠のキ学園や宮城真理子の個人口座から契約5億円が引き出されたという。2012年2月16日、東京高裁は一審判決を発揮して罪を軽くし、朝日奈刑に懲役4年の有罪判決を言い渡した。2012年、宮城マリ子と婚姻の中であると思われる。 みちこ皇后の夫、秋人天皇から、随法賞受賞を受賞した。同年11月、銀座山派ホールでシャンソンを歌い、歌手活動を30年ぶりに再開した。2020年3月21日、アクセリンパシュのため、東京都内の病院で死去。93歳没、生没同日だった。同年5月26日、受5位に上された。 以下の施設はいずれも静岡県掛川市にある。ありがとうございます。